だけど、今はっきりしているというか、今定説とされている医学、治療、薬、これが正解だと思って、それだけを、要するに、今こうこうこうだから、こういうふうに、学会ではこういうふうに言われてるからと言って、それだけを信じて、それだけを治療して、それだけを処方して薬をね、っているような先生ばっかりね、医者ばっかりなのよ、医師ばっかりなのよね。だから、それって単なるバカでしょみたいにね。要するに臨床医なんだから、目の前に患者がいるわけなんだから、その患者に向かって患者をよく観察して、患者を見て、で、もしかしたらこうなんじゃないか。今こういうふうに言われてるけど、実はこうなんじゃないか。みたいなね。いや、こういう考え方、新しいこういう考え方をした方がいいんじゃないかとか。そういうことを患者から学び取ると。毎日毎日患者に会ってるわけだから、臨床医っていうのは。こうした方がいいんじゃないかとか。そういうね、新しい手法を見つけるとか。で、もしくは、まあ、今回は僕もね、ギャーギャー言ったよ、医者に。お前、バカかと。もう毎日毎日ね、いろんなものが変わってるんだから、患者も何も変わってるんだから、今までやってたことが正しい、それしかないと思ってやってたら、ダメだよと。ね、自分でいろいろ考えて、常に新しい考え方、新しい手法、新しい治療、新しい処置。まあ薬なんかはね、新しい薬ってわけにはそうそう簡単にいかないけれども、新しい処方の仕方とか、まあいろいろと考えればできるわけだから。そういうことを、臨床医だったら、要するに基礎医は基礎医でね、まあ、いろんな実験をして、そういう研究をすればいいんだろうけど、臨床医の場合はもう目の前に患者がいるわけだからさ、その患者から学び取るよって思っちゃうのよね。子育てなんてさ、俺もうつくづく思うんだけど、子育てなんてもう子供に教えてもらうしかないでしょって思うのよね。子供に教えてもらうのが一番早いだろうと思うのよね。どうやったら泣き止むか。ね。どうやったら笑ってくれるのか。ね。どうやってハイハイを始めて、どうやって歩くようになってみたいな。その子供に聞くしかないでしょって、子供を見てるしかないでしょって思うのよね。子育てなんかもね。だからね、本当、まあ今回ね、いろいろと話をした医者、まあ全部で何人、3人いるのかな、4人いるのか、4人、5人いるのかな、なんかいろんな人と話をしたけど、お前らバカかって言いたくなるような医者ばっかりだったのね。こいつ頭いいな、すげえなと思うよ、医者が一人もいなかったっていうね。聖霊浜松病院とね、浜橋リハビリテーション病院。まあ、どちらも聖霊グループなんだけど、本当バカかと。もう聖霊という名前を聞いただけで嫌になっちゃうんだよね。要するに聖霊というのは、イエス・キリスト聖なる奴隷だからね。奴隷の霊だからね。聖なる奴隷だから。ほんと、参っちゃうよ。なんで奴隷という発想ができるのかが不思議。日本には奴隷という考え方がないんだよね。まあ、奴隷がいなかったっていうふうにね、考えられているんだけれども。
もちろんね、それぞれね、階級を得た市民とか、そういうね、いろいろ、市の交渉だけじゃなくてね、あったわけだけれども、でも、それぞれ別にね、拘束されてというか、要するに鎖につながれてというわけではなく、まあ、得た市民は得た市民なりに生きてたわけよね。もちろんね、補助も保護もなかったかもしれないけれども、まあ、乞食もそうだけども、好きに乞食ができたわけよ。だからね、奴隷は違うからね、奴隷は。奴隷はもう西洋の文化だからね、欧米の。もう完全に自由がないわけだから。ね、なおかつお金で売買されてるわけだからね。要するに、借金で働いてるわけじゃなくてね、借金を返さなかったらダメですよみたいな、そういう感じじゃなくて、もう金で買われても、で、また次の主に金で買われてみたいに、人身売買されていたのが奴隷だから。だから精霊っていうのはそういう医者と看護師ばっかなんだろうね。要するに金で人身売買されるというような感覚のを受け入れた人たちが働いてるのかね。医師とか看護師とか。そういうことなのかな。本当になんでそんな名前にしたのって思っちゃうよね。よくわからない。まあもちろんね、イエス・キリストのね、キリスト教の人間だから、キリスト教の人が開いたわけだから、まあ、しょうがないっていうね、思いも感じもするけれども、まだ9時になってないよね。あ、なってるの。ゲート開いてるぞ。聖霊浜松病院に行く前にセブンイレブンによって毎日のルーティンのお金を動かすという作業をねしないといけないんで、まあ、聖霊浜松病院のところの手前にある、セブンイレブンでねそれをやろうかと。ピネータ洋服屋さんか。だから要するに、まあ今ね、お金を動かしてるっていうのもあるんだけれども、そのお金を動かしてるのにしても何にしても、自分が今やってるこういうふうにね、自転車乗って一人ボソボソ喋ってるというのにしても何にしても、本当に正しいのかどうなのかって考えたら分かんないわけよね。まあ僕の場合あんまりね、そういう、なんていうの？あ、これ危ねえなと思えるようなね、目にあまり合ってないんで、今のバスなんかも、あの校舎降りた女の人なんて、全然未来見てなかったから、あれ、本当自転車に轢かれたらどうするんだろうね。自転車が悪い、いや、飛び出しだよな、あれ、バスからの。何においても自転車が悪いっていうふうにはならないよな。だから自転車と歩行者の事故ももう警察呼んで事故検証してもらって、
何対何っていう風な世界なんだろうな、やっぱり。まあ、俺の場合やったことないから分かんないけど、自転車で事故ったことないんだよね、若松。あ、そうだ、知る台にメールするっつってまだメールしてねえな、俺。すげえな、自動車学校のバスが止まってる。これ迎えに来るんだな、自動車学校。車が学園まで、静岡大学まで。今何月？5月？6月？6月でもやっぱそうやって免許取るって人いるんだな。俺何月に、あ、俺もそうだよな。夏休みの前にと思って、バイクの免許は取った。昔でいう中型二輪というやつね。今なんて言うんだろう。車の免許はいつ取ったんだったっけな。とにかくすぐ欲しいっつって、19歳の時に取ったような記憶があるんだけど、春なのか夏なのか秋なのか冬なのか、なんか暑い夏のような記憶があるんだけど、違ったっけ。バスも空いてるな、はあ。暑い、今日は暑い。塩谷龍っていうのは河野太郎と仲いいのね。今ポスターが貼ってあったんだけど、菅総理が、継続するのか。こんな土地誰も買わねえっつうのよ。なんかできてきたぞ。アライン倉庫。ああ出た、セブンイレブン。エアコン効いてるだろうな。デイサービスセンター、微笑み、ケアプランセンター、ガストで飯食ってもいいな、時間によっては。もう到着。あ、そっか、米炊いてきたな。まあ、いっか。到着。